こんにちは。DSFCM の運営をしております、中条と申します。今日は前回の続き、前回って言ってもだいぶ前なんですけど、LINE ボットを作ろうという回の第2回目としてお送りします。2回目としても最初の3分ぐらいは復習として、やっていこうと思っています。そうですね、今日やることとしてはその続きで、オウム返しだったり、ですね、日付を最初のスプレッドシートの左側に入力するだったり、LINE ログインとクローバースキルと、あとこのメッセージング API、3つだったと思うんですけど、この LINE ログインというのを使うとですね、リフというのが使えますね。URL を叩くとウェブサイトが開くんですけど、その独自の URL をですね、LINE 側が発行してくれて、それを LINE 上で開くと、LINE のアプリ内でウェブサイトがピョンって出てきて、それを叩けるって形なんですけど、なんでそれがいいのかっていうのを説明しながら、じゃあそれの実際の実装方法というのを、最後に。しようと思っております。あとはですね、リッチメニューって言って結構打つのめんどくさいなと思った時にボタン1個で全部入力終わるとか、そういったよく見る LINE ボットの機能というのを最後にやっていこうと思っています。はい、ではですね、画面共有をしていきます。はい、こちらですね、 developers.line.biz/ja、 こちらの URL をタップするとこの画面になります。ではですね、このログインを押してください。このログインを押すと LINE アカウントでログインと書いてあるので、こちらに自分のメールアドレスとパスワードを入力してログインをしてください。これ日本語にしたいので、この見づらいんですけど、右下に、イングリッシュから日本語を選択できるので、はい、日本語にしてください。でですね、プロバイダーもすでに作られてると思うんですけど、ちょっと復習として作っていきます。ですね、はい、数としますかね、プロバイダー。で、今2個目のプロバイダーを作りました。でですね、確かブロックチェーンサービスであるって、これも多分メッセージング API 的な機能があったんです。多分これでもできるんですけど、まあ、ちょっとまだベータ版なので、無難にメッセージング API でやろうと思います。でですね、まあ、ここに何か画像を入れますと。何でもいいんですけど、今日はどれにしましょうかね。ちょっと TSFCM のロゴを使いたい。おい、っぽいですね。で、TSFCM 公式みたいなのしますかね。公式。はい、これ入れよう。でですね、チャンネル名は公式チャンネルです。みたいな感じで。で、代表者もこれも、何でも好きなのをお選びください。個人にしましょう、今日は。はい、アーティスト。で、テストなんで。はい、メールアドレスを入力して、URL は飛ばして大丈夫で、ここはお読みいただいて、チェックを入れて、作成を押しましょう。はい、同意します。そうするとですね、チャンネルが作成されます。いいよ。はい。でですね、覚えてますかね、LINE オフィシャルアカウントマネージャーを押してもらって、ここの、ですね、応答設定で、こちらですね、詳細設定の応答メッセージはオフ、Webhook はオンにしてもらうと。このページはもう使わないので閉じていただいて大丈夫です。そしたらですね、メッセージ API 設定を押していただいて、こちらですね、チャンネルアクセストークンを発行しましょう。そうするとですね、アクセストークンが発行されるので、使っていきます。でですね、スプレッドシート .new を押してもらって、日本語にするとですね、エラーになりやすいので、ここはできれば英語にしておいた方がいいですね。これは前の Python の動画で説明してるんですけど、ここはですね、ぜひに英語にしてください。日本語は使わないでください。じゃあちょっとテストに入れておきますかね。ちょっと一旦テストでこれを入れました。ではですね、こちらですね、ツールの中のスクリプトエディターを押してください。そうするとですね、JavaScript が書けるエディターが用意されます。ではですね、そのまま前回の第1回目に使った、こちらのスクリプトを貼り付けます。コードの書いてある画面はですね、後で YouTube のコメント欄に書いておきます。ではですね、こちらの、code.js があるので保存しましょう。で、タイトルをつけなきゃいけないので、こちらも、タイトルをつけておいてください。はい、ここですね。OK です。じゃあ、チャンネルアクセストークン。カッコロングタームのところにさっき発行した、こちらですね。コピーして、ここに貼り付けてください。こんな感じですね。ですね、貼り付けたら、こちらですね、公開をしてもらって、ウェブアプリケーションとして導入の中の、ですね、ここの only myself
を Anyone Even Anonymous 2回となってデプロイボタンを押してください。そうするとですね、許可を聞かれますので、許可を押してあげてください。今自分のアドレスを入力して、その後にこちらですね、詳細をしてもらって安全ではないページに移動します。でですね、LINE との連携許可していいですかと聞かれるので、こちらを許可してあげてください。そうするとですね、URL が発行されます。で、この URL を、ですね、こちらですね、Webhook URL というところに、貼り付けてください。で、更新を押しましょう。そうするとですね、Webhook の利用がオンオフ聞かれるので、これはオンにしましょう。そうするとですね、検証をしますと、ここに成功と出ます。はい、この状態で OK ですね。じゃあ、先ほどのこちらの URL をちょっと取ってみますね。こちらの QR コードを追加します。そうするとですね、はい。追加しますかと出るので、追加しましょう。はい、こちらにも来てますね。はい、テック中島さん、始めましたと。OK です。じゃあですね、このここまでで設定は OK なので、じゃあこの続きをやっていきます。まずはですね、オウム返しからやっていきます。オウム返しなんですけど、ちょっと順番にこのコードを解説していきますと、まずですね、LINE トークンを設定しているのと、あと URL を設定してますと。はい。ここに API の、その返信するやつが書かれていて、で、ここに、do post という関数を作っていますと。で、その中にですね、2つ応答用トークンを取得するのと、あとメッセージを取得する。これですね、ユーザーメッセージ。これで、このユーザーメッセージが、メッセージを取得しています。だったらこれを使いたいですよね。ですね、この、ここですね、応答用メッセージを作成というところに、コンストメッセージイコール、これと書いてます。で、データ入力しますっていうのが、一回、入力されるんですね。ちょっと一旦打ってみますかね、何か。例えば、入力すると、はい、データを入力します。入力しました。と出てますよね。で、このデータを入力しますっていうのが、実はですね、ここなんですね。テキストでデータを入力しますと書いておりますよね。じゃあ、これをですね、ユーザーメッセージにしたらどうなるか、やってみますね。ちなみにデータはですね、ハローワールド出ちゃってる。これ検証するとハローワールド出ちゃうんですけど、まあちょっとこれは一旦いいので消してもらっていいですかね。はい。でですね、まあ入力できてますよね。これが今入力したやつです。LINE から入力したやつですと。でですね、ここに、ユーザーメッセージと。これですね、メッセージを取得と書いてますよね。ここ。これをそのままここに入力しました。ですね、ここまでユーザーメッセージとやったらですね、ちょっとお手数なんですけど、こちら公開して Web アプリケーションとして導入で、こちらですね、プロジェクトバージョンを一旦 New にしてもらっていいですかね。で、更新します。ちょっとややこしいんですけど、この状態でもう一度、先ほどの、こちらですね、入力しましょう。そうするとですね、はい、オウム返しとして実際に返ってきます。はい、便利ですよね。で、例えばこれで、プラス、スラッシュ N、開業ですね。オプションをしながら、N マークですね。で、N で、入力完了。スラッシュ N いこうかな。はい。ちょっと音立てするんですけど、公開 Web アプリケーションとして導入。ニューを押して、これいくらでもプロジェクトバージョン作れると思うので、それは心配しなくて大丈夫です。はい。でですね、もう一回、これを入力しますかね。ちょっと値変えてみますかね。20、30、40、50、エンター。そうするとですね、はい、入力完了と出ます。なので、どんどんカスタマイズは自由にできます。でですね、これ JavaScript 新しいのが、新しいバージョンが最近使えるようになっているので、今時な書き方をするなら、このチョンマーク、チョンマークを入れた後に、このダラーを押して、ダラーってどこだ？シフトをしながら4。はい。で、チョン名、この括弧ですね。算数の時に使う括弧。で、あとはこれで保存しましょう。コマンド S、コントロール S。で、もう一回公開しますね。Web アプリケーションで導入。で、入をして、更新。はい。で、同じように、これを入力したら、はい。合ってますね。なので、この新しい JavaScript のバージョンでも大丈夫です。前まではですね、コンストとか使えなかったんですね。
なんで最近使えるようになったので、ぜひ使ってみてください。今すごい入力しちゃったんですけど、こんな感じでやりたいんですけど、今、ここの日付を自分で入力してるじゃないですか。これ、自動的に今日の日付入力したいですよね。ちなみに今日5月の3日なんですけど、5月3日っていうのをここに入れたいですよね。じゃあどうするかなんですけど、ですね、先ほどのこちらの入力した後に、スプレッドシートからデータを抽出してるんですね。で、その後に、データを入力しています。じゃあここに、今日の日付を書きたいので、この46行目のあたりをちょっと開業してもらって、ですね、ここにですね、最初の A 列は入力した時間を入れるというのをやっていきますと。はい。ちょっと、はい。やってみましょう。じゃあ、コンストで、データ now。データ now という変数を作りました。じゃあですね、ここに utilities の中にある、これ出てくるんだ。の中にある、フォームデータっていうのがあるはずなんですけど、これですね。はい。わかりやすいですね。はい。フォームデータを使います。で、ここは今日の日付にしたいので、new date。で、ここ、タイムゾーンは東京、アジア、東京。で、フォーマットは、年、では DD、はい、でですね、まあ、ここに時間も入れるんですけど、今日は一旦日付だけで大丈夫です。で、M 大文字にすることで、7月だったら多分07とかにせずに7を表示させるために、あでここは大文字にしています。まあ、この辺は詳しくは別なところで確認してください。じゃ一旦これで、今日の日付が取れると思うので大丈夫ですと。じゃこの日付の部分を入力したいので、ですね、スプレッドシートの中にある get active sheet というのがあるので、それを探します。get active sheet、これですね。はい。この中にある get range を使いますと。はい。で、data num。data num はどこにあるかというとですね、これですね。はい。新しくデータを入れたいセルの列の番号を取得しているので、これをそのまま使いますと。で、カラムは最初の行なので、列なので1と。最初の部分、最初のところの、最初の A 列なので1列、1で大丈夫ですと。じゃあ、ここに最後に、値を入力したいので、セットバリューですね。で、何を入力するかというとですね、これですね、データ now。これをここに入力しましょう。OK ですね。はい。じゃあ、この後に、法文なんですけど、ちょっとここだけ気をつけてほしいのが、ですね。こちらは、A 列にも入力してあるんで、ここは1個足す必要がありますよね。なので、ここ2にしてください。左から2番目の場所にですよね。ここ。だから、ここに書いておきましょう。左から2番目の場所に、データを新しく入力しましょう。今変えたのはここですね。i プラス2にしました。はい。まあ、せっかくなんで、このデータを入力しましたっていうのをちょっと変えますかね。今日の日付と、データ入力を、はい、OK ですね。じゃあ、コントロール S コマンド S で保存して、公開ボタンを押し、Web アプリケーションとして導入を押して、New ですね。で、更新。はい、OK です。じゃあ、ちょっとやってみましょうかね。さっきはですね、日付を最初に入れてたんですけど、今度は日付を入力しなくて大丈夫で、このままコマンド V、コントロール V で押します。そうするとですね、入力完了となってるんですけど、こちらのスプレッドシートを見るとですね、はい、5月2日になってますね。はい、大丈夫ですね。ちょっと型が違いましたね。ですね、これ、年、月になってるんですけど、これスラッシュでも大丈夫です。まあ、どちらでも大丈夫なんですけど、まあ、ちょっと一旦これでもう一回やってみますかね。Web アプリケーションとして導入で、入力してもらって、更新。でもすごいですよね、これ。月っていうの、日本語なのにちゃんと認識してますね。素晴らしい。ですね。じゃあ、これで入力しましょう。じゃあ、これ新しく、もう一度。はい、ポンと。はい、入力完了してますか？
はい、なってますね。2020年スラッシュ0502と。はい、OK ですね。じゃあですね、ちょっと今日新しく、今このメッセージング API 使ってるんですけど、ちょっと一旦戻ってもらってですね、もう一度 LINE Developers のページを新しく押しました。そうするとですね、最初のページに戻ります。ですね、ちょっと新しく、ここの自分のボタンを押してもらっててですね、はい、今新しくプロバイダーが DSFCM2 ができているので、この中に、新規チャンネルを作成をしてもらってもいいですかね。そうするとですね、またいっぱい出てくるんですけど、この LINE ログインというのをちょっと今日は使ってみたいと思います。ログイン機能は使わずにちょっと URL を作りたいなと思ってます。はい。ロゴは別に何でも大丈夫です。ちょっと同じロゴを使わせていただきますと。はい。じゃあ、ここに LINE ページっていう感じにしておきますかね。はい。LINE ページ。で、Web アプリ、ネイティブアプリ両方にチェックしてもらって、まあ、ネイティブアプリは使わないので、まあ、なくてもいいんですけど、まあ、一旦チェックを入れておきましょう。はい、ですね。この辺も先ほどのメッセージゲンエパイと一緒で、大丈夫です。この名前予約済みのため、使えません。マジで。これがもう使われてるんですかね。DSFCM ページにしましょうかね。はい。これでどうでしょう。あ、できましたね。はい。こんな感じで。LINE ログインの、ログインの TSFCM ページが作られました。で、この辺のログイン機能は一切使わずに、ここですね。リフというのをちょっと作りたいと思います。はい。リフアプリですね。じゃあこれ何がいいのかっていうとですね、例えばこれ中国の、WeChat とか使ったことありますかね。WeChat って、みんな WeChat 使ってるじゃないですか、中国人。なんで、その WeChat 内で、なんだろうな、広告が来て、その広告を開くと、その WeChat 上で開くんですね。つまり、Google とかで検索しないでも、アプリ内で完結しないんですよ。多分、それは LINE も同じようにやりたくて、LINE も、LINE の中に広告とか、まあ、そういうボットとかもそうなんと思うんですけど、そのボットで来たものの中に URL があって、そこをクリックすると、その LINE 上だけで、LINE 上でウェブサイトを開き、そのウェブサイトで購入をしたりとかして、LINE Pay とか使って、で、また閉じるみたいな。でも、Google 検索を使わない世の中に、実はなり得るかもしれない、このリフというのがあるので、じゃあちょっと追加してみましょう。じゃあですね、リフアプリを追加しますと。じゃあ、ここにですね、何か名前を書きます。TSFCM。でですね、サイズは、LINE のこの、例えばこのスマホあるじゃないですか。このスマホの中のですね、フルが多分この目いっぱいになるんですね。で、フルが目いっぱいになります。で、トールは大体これぐらいで、コンパクトが大体これぐらい、なってます。まあ、ちょっと今日はトールぐらいにしますかね。で、URL、ここは、ご自身の、作成しているウェブアプリで大丈夫だと思います。今日はですね、一旦仮で tsfcm.jp にしますと。はい、https にしましょう。でですね、プロフィールを取得するのと ID を取得するのがあるんですけど、ちょっとこれは、OpenID にしておきましょう。はい。で、はい、ポッドリンクはこれはオフで大丈夫です。で、オプションも特に大丈夫で、じゃあ追加をしましょう。そうするとですね、はい、新しくですね、ここに URL が発行されます。で、ここの矢印マークを押してもらうとですね、URL をコピーできるので、ちょっとここをコマンド C、コントロール C でコピーしておきましょう。でですね、先ほどのメッセージゲン API に戻っていただいて、チャンネル基本設定を押してもらい、こちらですね、LINE オフィシャルアカウントマネージャー、こちらを押してもらってもいいですかね。そうするとですね、ボットのこの応答セットじゃないですか、この応答設定の中の、ここの詳細設定書いたと思うんですけど、今、こう設定が実は開かれてるんですね。ここの右上の設定のではなく、このホームを押してもらってもいいですかね。メッセージ配信というボタンがあります。実はですね、LINE のメッセージっていうのはですね、1000通毎月無料で送ることができます。ちょっと作成してみますかね。作成。ここにですね、まあ、その特定の友達の送信することができるんですけど、今回は全ての友達を押してもらって、今すぐ配信ですね。例えば、こんにちは。いいですか?みたいな感じで入力をして配信をします。そうするとですね、配信しますかみたいなこと聞かれるので、配信しましょう。そうするとですね、はい、こんにちは、お元気ですかというのがですね、実は配信されます。便利ですね。はい。こういうことも実はできたりするんですね。他にもですね、タイムラインに設定することができたり、あとはですね、挨拶メッセージ
を変更することができたりします。はい。他にもオートメッセージ。これはですね、ボットだとちょっと使えないんですけど、ここも変えられたり。あとはですね、これもボットだと使えないんですけど、挨拶だ。例えば、ありがとうございますとか、そういうふうな自動メッセージとかもここで設定することができます。で、今日やるのはですね、こちら、リッチメニューをやりたいと思います。ちょっとここ便利なのでやってみましょう。こちらですね、作成を押してください。そうするとですね、新しくタイトルを入力してくださいとかいうので、ここも本当に何でも大丈夫なんですけど、TSFCM にしましょう。でですね、ステータスは、はい、オンにしてもらって、表示期間なんですけど、そうですね、じゃあ5月1日から5月31日まで、1ヶ月間、リーチメニューを表示させたいっていう時にですね、ここは一旦大丈夫で、ここですね、テンプレートを選択をしてもらってもいいですかね。こんな感じでボタン6個を作ったり、3つ作ってこういう形にしたりとかですね、いろいろ設定することができます。じゃあ今日はですね、2個使いたいので、これにしましょうかね。はい、選択を押してもらって、今 A と B、今2つに、分かれてるんですけど、この A の部分に、定期的な筋トレ回数、例えば腹筋20回、背筋40回、みたいな感じで、入力する定期的な筋トレ結果。そして B がホームページに行く。この2つをちょっと入力したいんですけど、じゃあまず A のところに、テキスト情報として、例えば、自分の名前、あとは、腹筋、背筋、腕立て、スクワット、このルーティーンですね、を入力していただいて、で、こちらの B 列には、リンクとして、先ほどの、リフですね。これ。先ほどのリフというのは、これか。リフアプリ詳細で発行したこちらの URL ですね。これを押しましょう。これ別に、リフじゃなくても、もうどんな URL でも叩けば、行くんですけど、ウェブサイトだと、ページ遷移して、別な、例えば Chrome とかが開きます。でも、リフにしておけば、LINE 上のアプリ内で完結します。スペースがありましたね。はい。こんな感じで。でですね。ラベル、こんにちはってしますかね。ここはちょっと何でも大丈夫なので、そこはこんにちはにしておきましょう。でですね、この A、B だと、A、B にちょっと色とかをつけたいんですけど、この画像作成をしてもらっていいですかね。そうするとですね、こちらのメニューに、装飾することができます。例えば、こちらにテキストを入れたり、画像を入れたり、色を変えたり、いろいろすることができます。じゃあ今日は一旦こちらに、いつもの筋トレ結果みたいな。はい。こんな感じで入力をして、色とかもつけますかね。緑にしましょうか。はい。ちょっと色が黒だと見づらい気がするので、白にしてボールドにしましょうか。はい。で、こちら側に、どうしようかな。赤にして、赤ちょっとあるな。ピンクにしましょうかね。で、URL。公式 URL みたいな感じでしましょうかね。はい。ボールドで、こんな感じにして適用しましょう。はい。OK ですね。で、保存してあげましょう。そうするとですね。じゃあ、ちょっと公式アプリ見ましょうかね。そうするとですね。見えますかね。こちらに、いつもの結果、公式 URL、この2つが追加されていますと。筋トレと公式 URL が出てます。じゃあ、こちらの公式 URL をちょっとタップしましょう。よ。そうですね。許可しますかと聞かれるので、これ許可しましょう。おい。そうですね。見ますかね。トールサイズ。この、だいたい4分の3ぐらい出てる、このサイズで、サイトは表示されてます。LINE 上のアプリですね。に表示されてますと。はい。じゃあですね。パスボタンでもらって、じゃあ、このいつもの筋トレ押しますね。はい。ポン。そうするとですね。はい。見えますかね。こんな感じで、いつもの筋トレが入力されます。まあ、ここですね。これが入力されました。じゃあ、ちょっと見てみますかね。いつもの筋トレ結果が、こちらのスプレッドシートに実は反映されてます。なのでですね、リッチメニューを使う
をこんな簡単に、いろんなことが実装されますと、はい、なのでですね、ぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。はい、以上になります。 TSFCM ではですね、具体的に LINEBOT を使ってどうやって社会問題を解決できるのか、 Web アプリを使ってどうやって SDGs にコードでいるのかについて、日々毎週取り組んでおります。もし興味がある方はですね、ぜひ体験無料会を実施しておりますので、お気軽にご参加ください。またチャンネル登録やいいねボタン、そしてコメント、もしこんなの作ったよとか、よかったよとかでもいいので、ぜひコメントくれると全部読みますので、よろしくお願いします。それではまた来週。バイバイ。良い一日を。